ハーベストタイムの中川博ですこれはネットで読めるデボーションガイドの使い方やお知らせをお届けする動画ですクリスチャンが毎日祈って聖書を開いて読むこの時間のことをデボーションというふうに呼びますそのサポートをするのがこのデボーションガイドクレイです無料でご利用いただけますのでまだご利用でない方はハーベストタイムのホームページもしくは YouTube の概要欄からアクセスしてみてください さて、十一月一日から、本格的に創世紀の学びがスタートして、クレイの働きがスタートしました。けれども、だいたいですね。毎日、二千五百から三千人の方がアクセスしてくださいました。本当にありがとうございます。えー、そして、今回、このデボーションに関してですね。二つの重要な柱があると思うんですね。その話をしたいと思います。 傍聴の時間というのは先ほども言いましたけれども「祈り」とそして「聖書の御言葉」に触れるこの2つがメインの柱になると思うんですね。クレイの内容というのは聖書の解説聖書の御言葉あり聖書の御言葉に触れるというののためにすごく有益だと思うんですねそして今回このの祈りの側面ですね。 この側面をせっかくオンラインになりまたこのようにして動画で皆さんに語りかけられる形ができましたのでこの動画を通して祈りの側のミニストリーを進めていきたいというふうに思っていますえクレイの働きとしてですねこの祈りのミニストリーとそして御言葉のミニストリーこの2つを中心の柱としてこれから考えていきたいと思っていますえ祈りのミニストリーにおいては2つのことを考えてます えまずは鳥なしの祈りの働きですねそしてもう一つがクレイのコンセプトに従った お祈りのおすすめをしていきたいと思いますあのこれは、えー、こういう形で一緒にデボーションしてはいかがですかという提案ですのでえご自分が採用したいまた参加したい形でぜひご利用くださいもうあのテキストを読むだけで十分ですという方はそれで全然結構ですただ一緒に祈りたいなまたあのこの提案に賛同してくださる方々はぜひ一緒にこのことをしていきたいと思うんですねまず鳥なしの祈りの働きなんですけれどもクレイのですねホームページに行くとホームというボタン があります、えー、日々のページのとこ「ホーム」と押すとそうすると過去3日間のクレーの、えー、記事が出てくるんですねその下にカウンターをつけました。 え大体どれくらいのアクセスがあったかっていうことがそれで見えるんですね、えー、これをつけた理由はですね一つはこれだけ多くの方々と一緒にデボーションができているんだもうそれだけで励まされると思うんですね私もその数を見ながらあこんなに何千人もの方と一緒にこの聖書の学びができることって幸せだなと思いながらさせていただいてますそしてそのことを考えた時ですねもう一歩進んで この人たちのためにお互いに祈れたらどんなに素晴らしいかということを思ったんですねそして、えー、これからですね皆さんにこの動画を通して、えー、お互いに取りなしの祈りをしようということを呼びかけていきたいと思うんですね、えー、まず2つのことを祈りたいと思います一つは、えー、お互いにデボーションの時間が祝福されるようにという祈りですねそのことをお互いのために祈るもう一つがですね 一緒にデボーションをしているこれも神の家族ですね大きな神の家族ですけれどもこの中で弱っている方のために祈ろううとといいここですこの弱っている方のために祈る痛んでいる方のために祈るというのはもちろんその祈りを受ける側にとっても有益ですけれども実はそのことを祈る姿勢で毎日イエス様の前に出る父なる神様の前に出るということ自体が祈る取りなしをする側のていうかな霊的な姿勢にとっても 有益なんですねとてもいいことなんですねこの姿勢が実はわかるとイエス・キリストというお方が本当の意味で理解できてくるそういう、えー、とても深い、えー、バックグラウンドがここにあるんですね今はそのことを深く説明できないんですけれども、えー、これから少しずつですけれどもそういうこともここで語っていきたいと思います そして祈れない方ですね自分はまだクリスチャンになりたてだとか今はちょっともう心が本当に傷んでて今は鳥なし他の人のために祈れないっていう方いらっしゃるかもしれないですそういう方はいいですぜひあのクレイのところに参加して祈れない人のために私たち祈りますのでぜひそういう形で祈れない方もクレイのコミュニティに参加してそういう方のために私たちが祈っていることをぜひ覚えて励ましを受け取っていただけたら感謝だと思います。 えまあクレイの働きもまたハーベスタイムの働きもですねえこういう傷んでいる人弱っている人に寄り添うミニストリーとしてこれからもえ進んでいけたら感謝だなということを願っていますさて二つ目ですけれどもこのクレイのコンセプトに従った祈りのおすすめをこれからまたしていきたいと思いますえもうお気づきの方もいると思うんですけれどもえ日曜日から土曜日まで七つの祈りの言葉が実は クレイには出てくるんですねでこれは前回お話したクレイというデボーションまた生き方のコンセプトに沿った祈りなんですね、えー、日曜日からちょっと順番に見ていきますねまず日曜日があなたを愛しますこれが私たちの神様の関係のもうベースになりますね、えー、月曜日あなたを礼拝します この愛するということが今度神様の素晴らしさを仰げて愛するということがさらに発展していったのが神様を礼拝するという世界ですねこれももう本当に深い世界ですねそして火曜日全てを委ねます礼拝ということの本質の中に神の栄光を見上げて褒め称えるという側面とその栄光に満ちた神様に自分自身を捧げるというのが礼拝の 根本的な土台になってきますねこのすべてを委ねますというのはさらに深い礼拝に入っていく祈りになってきます三つ目清めてくださいこのようにして神様の御前で礼拝をし神様の栄光を浴びてそこで人は変えられていくんですねこの祈りが水曜日に来ているというのは後の方に来ているというのはまず私たちが神様の素晴らしさを仰ぎ見るところ神の栄光を見上げるところそこから私たちの 霊的成長がスタートするんだ自分の力でいやもう悪いことしないようにしなくちゃいけないということではないんですね。神様の素晴らしさを仰ぎ見礼拝をし自分自身を神様の前に委ねていったそのプロセスの中で私たちが清められていくということが進んでいくんですね。木曜日新しくく形作ってください 清めてくださいというのはどちらかというと不必要ななものを取り除くような作業ですねそしてそれと同時に神様は私たちに新しい力新しい命新しい賜物を注いでくださいますねこれはまた清められるだけではなくて神様に似たものとしてね新しい霊的な賜物をいを頂いていく霊の実を結んでいくこれが新しく形作ってくださいという祈りになってきます。そして金曜日 精霊で満たしてくださいこれら今まで言ってきた祈りすべてが実は精霊なる神様の働きによるものです。 えー、精霊の働きを求める時にです、ね、何か何、うん、て言うかな超自然的なものとかねこう印とかそういうものを求めてしまう人がいるんですけれども実はこういった今まで祈ってきた、ね、神様を愛すること礼拝すること自分自身を委ねることそして私たちの、えー、内側が変えられて変化が起こってくるこういうことが実は聖精霊なる神様の働きなんですねですから聖霊を求めたい人はこの特にね日曜日から木曜日までの「 祈りを自分のものにしていくその中で聖霊が働くんだという体験をしていけると思うんですねそしてそういうものが整ってくると土曜日、用いいいてくださいという段階に入ります。これが最後に来るのは気をつけないと私たちは神様に何かしたい時奉仕をする時自分が認められるためにそのことをしてしまうってことがあると思うんですね。でも神様に対する奉仕というのは、 自分がが認めめらられるたたではなくくてて神様が愛してくださったから私たちが恵みを受けたからだからその方に私たちもお返しをしたいんだ私たちも使いたいんだで,でもそれは自分が何か何者であるかではなくてただ神様の憐れみによってそのことをさしていただけるんだそのことが喜びで私たちは神様に使えるもの用いていただくものになるんだというしっかりとしたバランスのとれた 奉仕の仕方また神様に用いられるしもべとして整えられていくと思うんですね今バーッと手早く話しましたけれどもこれは一個一個の祈り見たらわかると思うんです一生かけて学び続けることですね何十年かかっても本当に私たちが老いる時になっても完成することではないです一つ一つがですからこのテーマに関しても一つ一つ選んでですねその都度また細かく そのことを語りながら一緒にこの祈りですね日々の祈りの中でクレイのコンセプトにあったこの祈りこれも一緒にしていけたらいいと思いますね今日参加したいと思った方祈りのミニストリーですねこれ新しい働きですクレイとしてもぜひ今日から参加してくださいこれからも少しずつこの祈りに関する動画も上げていきますけれどもちょっと想像してみてくださいあの数千人の方々に 鳥りなしの祈りをしてもらえるそういうような、えー、ポジションに自分が置けるということこれすごくねあの私も考えただけでなんかワクワクしてきますね是非、えー、祈れない方もねあの私たち祈りますから是非この輪に加わってください、えー、最後までご視聴くださりありがとうございました。